皆さんこんにちは。週末ユーチューバー r おいゆくでございます。今日のお話は Chromebook でテレビでおなじみの消しゴムマジックができちゃうのって本当ですかっていうことを検証してみますね。実はね、できるんですよ。できるんですけど、すべての Chromebook でできるわけじゃなくて、Chromebook プラスでできるようになったってことですね。たまたま今回私ですね、a s u s j a p a n 様から Plus を2台おお借りりしておりますこちらにね、プロモーションが含まれてますっていうのが出てたと思いますけども、お借りすることができた機種がございますので、それを使ってですね、消しゴムマジックがどれぐらい使えるものなのか、機種によって違いはあるのかっていうね、そういった検証も含めて、ちょっとやってみたいと思います。今回のお話が面白かった、参考になったと思っていただけましたら、 いつものように高評価いただけると嬉しいです。では早速やってみましょう。はい、まずは今回お借りした Chromebook のうち Ryzen5 を搭載した CM34、こちらを試してみたいと思います。ケ、は、ジ、い、ゴムマジックを使うためには Go フォトえ Google フォトを使う必要があります。Google フォトを立ち上げてみてください。ちょっとね、今配信用のソフトウェアがね、一生懸命この グッドに対してね、反応しちゃってるんで、これ消し方が分からなくてごめんなさい。ちょっと鬱陶しいかもしれませんけど、お付き合いください。さあ、Google フォトで消しゴムマジックを体験するには、こちらの編集ですね。編集のボタンを押してみてください。何やら出てきますけど、ここはほっときましょう。はい、こちらのね、ツール。ツールのボタンの中に消しゴムマジックがありますので、こちらをポチッと押してあげましょう。 これ初めて使うときにはですね、追加のツールをインストールっていうのが出るんで、インストールしてあげてください。そして、例えばですよ、今後ろにこのギターのネックだけ映っててかっこ悪いので、これ消してみましょう。消したいものを丸で囲みます。はい。これで多分ね、自動的に認識して消してくれるんですよ。 あ消えましたね。消えたけど、ちょっと何やら影が残っちゃったんで、こういう時はもう一回これも消してねと、二回やると多分消えるんじゃないかな。おどうでしょうか。いい感じじゃないですかね。じゃあ次はね、この後ろの写真、これも消してみましょう。これも消しまーす。消えてください。 手もかかっちゃうんだけど、これ指消えるのかなちょっとやってみましょうねはい、どうだあ、消えた消えましたね。消えたんだけど、いかにもなんかちょっとこれどうなのかなちょっと待ってくださいよ、これ消しゴムマジック完了にすればいいのかなちょっと となんかこの後の残り方がね、いかにも消しましたって感じがしますね。もう一回チャレンジしてみますか。消しゴムマジック。もう一回やったら、綺麗に消えるんでしょうかね。今ちょっとマウスを使わずにトラックパッドで操作してるので、ぎこちないですが。はい、これでどうだうーん、考え中、考え中。 あーまあだいぶ綺麗にはなった感じかな。もう一息ですかね。この辺ももうちょっと頑張ってください。はい。消しゴムマジック。うん。ちょっとなんとなく後は残ってますけど。まあ悪くはないかな。うんまあちょっとね。ちょっと不自然さは残ってますけど。うん。 写真消えましたそれからギターの方は割と綺麗に消えましたねこれが消しゴムマジックなんですグッとはいで今これ CM30 ねライ e ン5搭載の CM30 でやってみたんですけどせっかく2台借りてるんでねもう1台は Core i3 が入ってる CX30 っていうのがあるんで これプロセッサーね CPU の違いでこの AI の機能が違い出るのかどうかっていう検証も含めてちょっとチャレンジしてみようと思いますさあそれじゃあちょっとパソコンつなぎ替えますねはいそれでは今つなぎ替えをしましたので改めてはいこちらの画像ねさっきの画像と同じ画像になりますこれをさっきと同じように消しゴムマジックで消してみましょう google フォトでツールを選んで消しゴムマジックです。なんとなく見え方がさっきの CM30 とね、こ,のこちらの CX30 でちょっと違って見えますね。これは何か違いが出るんでしょうか。やってみましょうね。あらら。はい、消しゴムマジックでいきますよ。そうれ。さっきはこの辺の影がね、うまく認識できなかった。 たたのかなって感じでしたねあやっぱり影がね別物として認識されるんですねもう一回行ってみましょうはいさあ消えてくれうん若干若干跡が残ってますけどまあ消えたのかなじゃあこちらの写真この写真もやってみましょうね この写真がさっきね、あんまりきれいに消えなかったんですよね。今回はうまく消えてくれるでしょうか。えー、うまく選択できないのがたまに傷ですね。はい、どうだ。ああ、まあやっぱりちょっとね、ちょっとね、ちょっとわざとらしさは残るかなって感じですね。それでもさっきよりちょっとマシかな。 とマシかなって気はせんでもないですが、2回目。あ、これならどうですか結構きれいに消えたんじゃないでしょうか。うん。さっきよりは、あ、でもギターの方がちょっとね、ちょっと跡が残ってるっぽい感じはありますね。うん。それぞれ、んもしかしたらこれ CPU によって得意不得意あるんですかね。ちょっと面白い感じはしますけど。 今まで Google ピクセルのようなね、Google スマホじゃないとできなかった消しゴムマジック、こちらが Chromebook でもね、Chromebook Plus であればできるようになったというお話でございました。いかがだったでしょうか今日の話面白かったでしょうかね参考になりましたらぜひ高評価いただけると嬉しいです。今日のお話は以上になります。これからもしばらく Chromebook Plus のお話続けて投稿していこうと思っております。 もし気に入っていただけたらチャンネル登録もいただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。さよなら。さよなら。